パトロだよ。はい、というわけで、本日のスドブペラインタテメントケルチムジ、今回はグランドキャッチボールと10球でジャックポットを取れるか企画やってまいりたいと思ってますよ。今日の台はね、ジャックポットガラポンがあと1回取れればもうゴール5ができるということで、おボールが2球出るナイフでございますね。それはかなりご機嫌でございます。それでは本日も10球チャレンジやってまいりたいと思います。初手黄色、ゴールドジャックポット、さあ2回目、こっからだったからね、これ大丈夫かな、大丈夫です。次行ってみよう。次はまだ大丈夫、次行ってみよう。見事に抽選できるよ。危な。次行ってみよう。綺麗に黄色緑黄色緑って入ってますね。いやまた黄色緑黄色緑で黄色うわあ危ね。次行ってみよう。ボーナスゲット、連続で抽選できるよ。まだいけそう、まだいけるね。次行ってみよう。連続で抽選できるよ。ストリーお疲れ、610枚さあ、今回狙いたいのは5かな。7入っちゃうと400になっちゃう。それ5で5で悪くない。これでジャックポットチャンスの穴が開くんで、ああでも7か、先に5やってからやな。はい、サブスティースタート。今回は5を刺してほしいですね。でその後に何の刺したいんで、あんまついてせー例によって57狙いで57だけど、まずは5入れたいですね。メタバスはまず5、ないやつ。じゃあスペシャルサテライトチェンジいきますか。スペシャルサテライトチェンジ、78でもいいんですけど、まあちょっともったいないかな感があるんで、ゴールさ、57決めちゃっても7でもええ、どっちでもええわ。5か7をね、パパッと、わーそろそろ57、うわースペシャルサトイチェンジ、これ56に、ただね、ここ1234とかの方が入りやすいんでね、だいぶつらめだとは思いますが、追い上げだったというわけで、ロイヤル3061枚で上乗せは320枚なんで、まあまあ抜かるよねって感じで、
回目スタート。さあ全くゴーナナが決まらない沼にはまっておりますね。ああ伸びすぎ、それは伸びすぎだわ。あもう一丁もう一丁ジャッコチャス、マイナチャス、ジャッコチャス。1850枚と1572枚ですが、入れるならばシルバーの方がお得って感じですね。あーちょっと噛み合わせがだいぶ悪いですね。サプライズチェンジ7000円。もう7、そろそろ頼むわ。おーらーダメかー。あら、ジャッコとベイビー、もっとずベイビーが生まれましたね。やったー、隠してきたよ。どうでーす、やったもう決めたんで、次は7狙いたいですね。7オーバージャックポットチャンスあたりを狙っていけるとかなり美味しいんじゃないかなと思います。それでーすおー、おなりさーん、ミッションバカチュリー、キューピーダーチ。まあ、ジャックポットと7入ればジャックポットチャンスいけるんで、実質的には普通のブラックロと変わらないぐらいなんですけどね。3は弱かな、弱かな。 JP ガルコン開いちゃった。シラコンガルコン、ゴー、挑戦、スキャドー。あ、なんだったらこれ青入れてくれちゃった方がいい説ある。ゴー、青でいいっすよ、青でいい、青で、そういうのでいいんだよ。
そういうのがいいんだよ。おとい、畑チェンジファイナルスタート。こうなるともうジャックポット入れるしかないんですよね。だからジャックポットチャンスかネクスト入れていただくのがご機嫌になれる秘訣じゃないですかね。あー、これネクスト頑張って。あ、もうちょっと伸びる。すげえ伸びるね。というわけで今回10球落としまして、2回ジャックポットチャンスにはいけないのかな、ロイヤル含めて。あとは高額配当も出たんで割と満足目でございます。メダルのクレジットは670枚ほど減っておりますが、やっぱ取れないと増えないな。というわけで今回これに自由にしたいなと思います。お付き合いありがとうございました。こっからいい。